これ何の木？ああ、びっくりした。え？これはビビッと終わったかと思った今。おぶねえ。何勢いよく飛び込んでんの。見えなかったよ何も。びっくりしたー。急に消えたから。じゃあね今日はね地図目をしますよ。やっと再開できる。やっと再開できますね。だいぶ経ったね。遊んじゃったね。遊んじゃった。3週間ぐらい。やろうやろう。やりましょう。じゃあね、早速行こう。はい。ここをもうちょっとまっすぐ行ける。こっち？そう、こっちの向き。その竹じゃない。あれね。サトギビ。わかった。行くぞ。行こう。この先ってさ、うん、海じゃなかったっけ？海かな。何にも海なんだよ。何にもないね。俺船作りたい。俺船作る？うん。じゃ船作ろう。はい。これできた。ボートができました。よし、これでもうサクサクだね。サクサクだね。よし。来ないの？流れゆくアキラを見てた。よし、月に向かって出航だ。出航、月に向かって、ね、ずーっとまっすぐ、ずーっとまっすぐ、ずーっとまっすぐ。おー、陸が見えてきた。なんか砂地、砂地だね。あ ぶつかると壊れるよね、片方。すぐ壊れる。すぐ壊れるからね。上陸は？上陸はでき、ちょっとできる。ちょっとできる。ちょっとできるけど、これすごいことになってんの。なんかいっぱいいるね。ね。なんかいっぱいいる。夜だし。ああ、スケルトンがすごいいる。ああ、ぶつかる。やばい。危ない危ない危ない。大変だ。もうちょっと。もうちょっと。ここで一晩過ごそうか。はい、じゃあ、続けましょう。続けよう。ベッド取られた。あ、そう、ほんとだ。よし。どっちだっけ？次はこっち。こっち？そう。よし。ちょっと俺あの船のとこまで行くかな。俺も行こう。手伝うよ。いや、大丈夫っすよ。一人で乗れるようだから。手伝うよ。あれ、どういった、いた。何？落ちるのかよ。すごいね、これ二人乗りできる。二人乗りできてなくね。はい、普通に行きましょう。行こう行こう。もう海は何にもないから、そいつは触って。ないね。何にもない。ぶつかるとどっちか壊れちゃうからね。確かに。ちょっと、なんていうか、カーブ？カーブというか S 字的な感じで。S 字？なんかこう、マップを埋めていく、うまく埋めていくように。ここね、陸地だね。陸地？うん。降りようか。降りる？うん。よいしょ。うん。ここはなんか砂漠地帯っぽい。砂漠か。砂漠はもうピラミッドを2つ見つけちゃった。確かに、もうお腹いっぱい。お腹いっぱいだよ、砂漠は。どっち？ね、
うん、このまま、まっすぐ。よし。この砂漠一帯を、ちょっと出歩くっていうか、散策する感じ。うん、了解です。まだなんかありますよ。お結構、あるんだね。結構あるね。ピラミッド。ピラミッド見つけましたね。いや、ピラミッドはあんまりいいの入ってないっていうか一応見る？見よう。よし、ピラミッド入ります。はい、じゃあ行きましょう。行こう行こう。そのまま待つ。了解です。お、あ、なんか色が違うよ、あそこ。なんか違う。新しいね。あ、あれか。ん？アマゾン。アマゾン？アマゾン。木がすごい。くねくねしてる。すごい。地形がまた変わったね。ね。これ何の木？おお。おお。びっくりした。え？これはビビッと終わったかと思った今。危ねえ。何勢いよく飛び込んでんの。見えなかったよ何にも。びっくりした。急に消えたから。怖っ。焦った。なんかいる。びっくりしたよ。同じように落ちた人が。え？本当だ。あそこまで行かなくてよかった。びっくりした。この木を掘ろうと思って走ってったら吸い込まれるように消えてったからね。やられたわ。危なかった。もう冒険終わっちゃったのかと思ったよ。この木はそれね。アカシア。アカシアか。アカシアの木。すみません、あれ。はい。ピラミッドじゃん。また？またピラミッド？ピラミッド、これさっきのところじゃないよね。初めてだよ。地図だって、初めて来た。だけど、このピラミッドは、入り口の向きを間違えてるよ。すごいぞ。なんじゃこれ。埋まってるよ。うわ、すごいな。ピラミッド、これ何個目？4つ目ぐらいで。5つじゃない？そんな見つけたっけ。前3つぐらい見つけたよね。ああ、多すぎでしょ。多すぎ。じゃあ取ってこよう。はい、今回は当たりです。当たりだったね。ダイヤ4つ？ダイヤは3つ。3つ？ 3 つですね。やったー。3つってまたピッケル作れるじゃん。ね。ツルハシか。ツルハシ。ダイヤツルハシ。ツルハシって鶏だ。そっかり忘れてた。地図の端に来ました。お、来た。ここが地図の端。あのね、左の方にね、結構いいもの見つけたよ。え、なになに？行ってみよう。行ってみよう。ここから左。行ってくれ。こっちの方、こっちの方。あ、見えてきた。お、なんか。ほら。お、村発見。すごくない？すごい。これ、なんかさ、この、なんてバイオーム、うん、の雰囲気とあってさ、すごい質素な感じがする。なんか大きくない？でかい。この畑がいっぱいあるよね。ね。すげえ。確かに質素って感じがする。ね。なんか寂しい雰囲気。ね。もっと盛り上げてあげたら。盛り上げてあげて、どういうこと？盛
盛り上げた。任せろ、俺が盛り上げる。やっぱね、盛り上げると言ったら、うん、何？キラキラしてるのは大事だから。え、まさか。嫌な予感しかしない。はい、もう行くよ。全然盛り上がらない。もう盛り上がるところが盛り下がっちゃった。ああ。こっちですね、あの山を越えていきます。よし、山なんかもピュッて越えるから。あの穴に落ちないでくださいね。それはね、穴次第だ。穴次第ってここか。そうそう、ここで一周戻ってきたね。戻ってきた。すげえ、結構近かったんだ、そこじゃ。ね、この辺もなかなかすごい地形してるからな。